はい、こんにちは。ディステファノの2回目をやります、番外編です。ディステファノは日本で2回、3回聞いたかな。イタリアではテレビによく出てきてまして、イタリアで生は私は聞いてません。でも私の知り合いのピアニスト、今まで話に出てこなかったもうちょっと年上のおじさんが、ディステファノの伴奏をよくしていました。シチリアに行ってて、今日コンサートあるって言うけど、昨日コンサートで出てこなかったよね、今日はマエストロ出る、お歌う歌う歌うって言って、今日もちょっとああ調子悪いやってなっちゃって、翌日3日目にもう今日歌わなかったら僕はミラノに帰るって言ったら、歌うよ歌うよって言って、アーケベラリアフレシカーってお決まりのファマでの歌ったって、いろいろある自由な人ですよ。でも若い時は本当にいい声だった。若い時の今こんなレコードをね、EMI 求めることなく YouTube で聴けるので、さすがに19歳のは出てない、この23歳のこれが出てます、ね、どういう曲目かを、お知らせしておきましょうかね。チレーヤのありふれた話、マスカーニのラミーコ・フリッツ、トスカですね、エルシアン・デ・ステッレ、ラボエム、それから愛の妙訳マノン、これイタリア語ですけど、ってとても綺麗ですね。それから真珠取り、これですね、ナディール、ナディール、インド人に扮した耳に残るあのね声という綺麗な。それからヴェルテル、プクアメガベイエ、そうフランス語のピアニスも聞くとすごくいいのでね、エレジーですね、デンサの歌、ビクシオの歌。この辺だとちょっとね、声が疲れているのもあります。1日か2日で撮ったんでしょうね。こんな感じのをご覧ください。止めてね、ご覧になれば、YouTube で探すヒントになるかと思われます。さあ、ここから番外編ですよ。1985年11月にバルセロナで、コンクールの委員長、審査委員をやってたっていうお話はしました。で、そのコンクール出て、私はドイツで学んでいたんですけど、イタリア、スペイン、特にイタリアに留学している人の、東洋人の声がやっぱり全然ドイツ勢よかもいいんですよ。ドイツ、フランス、ベルギーに留学している人よりかも、イタリアに留学している東洋人の声がいい。416人聞きましたので、コンクールね、でっかいコンクール、私なんかお呼びじゃないんですけど、それでこのままドイツにもう7ヶ月いたわけですけど、イタリアに移ろう、僕はもうお金がない、自費留学でした。でイタリアに移ったわけです。12月5日のことですね。それ翌日かなんかにスカラが開けて、パバロッティのアイーダで始まるわけですよ。で、何を言おうかと思うと、先生を探しているところで、まだアンジェロ・ロフォレーゼ見つかる前に、いろんな人と会って、人と会ってですね、歌うならコンサートで歌ってみるって言って、もちろんただだけど、コンサートで歌う機会を得ました。そしたらそれは伯爵夫人、旧伯爵夫人、今は伯爵じゃないんだけど、昔の伯爵夫人の、だからなかなかな人が集まってるからね、ちゃんとしたの持ってるって言って、はい、僕はズモーク、なんていうんですか、日本語で、塩ビ服じゃなくてタキシード持ってる、で紺のタキシード持ってて、それで歌ってきました。それで僕らが歌ったら、お客さんもね、プログラム終わった後に歌ってもいいって言うから、ああいいですよって、下手な歌聞かせられるのかなと思ってたら、結構レベルが高くてですね、最初に出てきた人がなぜか Beautiful Dreamer Awaken to Me ってアメリカの歌なんですかね、フォスターの夢路より、そう、Beautiful dreamer, waken to me, starlight and dewdrops and waiting. ってソプラノのショートカットの人が歌ったんですよ。で、終わった後に綺麗に歌ってたから、
英語の発音うまいよね、イタリア人なのにねって歌った後に近くに行ってた、私はアメリカ人よって言って、あ、そう、アメリカ人な、なんでイタリアにいるのかなって、で話し終わって、そうなんだブラーバーって言って、こっちへ来たら、あの人はディステファノの奥さんよって、えって、ディステファノ今違う人と のあっちのグロッタのにいるけど、え、前の奥さんまだ別れてないんじゃないのって、1986年の1月の話だったかな。だから彼と11月の6日ぐらいに、ディス、オラーっていう声の、わあ、ひでえ声だなと、審査委員長で会って、その奥さんと2ヶ月後に会っちゃってるの、私イタリアで。で、アメリカで声楽やってたのかな。で、ディステファノと結婚した方ですね、マリアって言ってましたね。だからそれ終わったら、立っては歌わなかったけど、ピアノの前で座って女の人が歌うんですよ。ミキャーマの耳歌ったかな、オーミオバビーヌだったかな、よそれがね覚えてる、オーミオバ、いやミキャーマの耳だったね。うわ、いやこれはすごい声だなと思って、あなたは歌手だったんでしょって言ったら、もう80ぐらいだったんですけどね、そうよって、ベニャミンのジーリと一緒に歌ってたことがある。あのレコーデーでしか聞いたことない、ベニャミンのジーリと仕事をしたことがある人に僕は歌聞かれちゃった。まあそれいいんだけど、うわー、どういう感じだったんですかって、いやまあ彼のカリエラのキャリアの終わりの方で歌ったんだけど、若い頃にね、87、ベニヤミン・ジーリは1940年代か50年代、そうか40年前にな、20代で歌ってたのか、ブワーっていうことですよ。そしたら俺も歌っていいかって言って、バリトンの人がルーティマカンツォーネ、マンデトケドマーニ、これテノールのキーだよって言って、フィスだから大丈夫、オーケーオーケーって言って、最後のにならんねは、あっ、やっぱり出なかったね、ラは。あの音は出ない、にならんってなっちゃったけど、それまではあのとても良かった。でうまいねおじさんって言ったら、俺はスカラで歌ってたんだ。うわ怖いな、こういう人が平気でコンサート聞いてんのかって、イタリアの懐の深さですね。ディ・ステファノの奥さんが出てきて立って Beautiful Dreamer 歌って、その後に三木山の耳かなんかを座ってたけど、ちょっと太いおばさんが歌って、ベニャミンのジーリと歌ったことがある、うわ。でバリトンが出てきて、テノールのキーでルーティマカンツォーネ、最後の歌歌った。ラは出なかったけど、ファのシャープとか綺麗にワーンって出て、ちょっとバスティアニーニみたいな感じだった。スカラの歌詞だった。そんな人はゴロゴロ街にいるわけで、たまったもんじゃねえな。逆に言えば恥ずかしいじゃなくて、そういう人の話を聞ける、あるいはそういう人の声を聞ける、博物館のようなとこですよね。もう歌手としてズメス、終わってる、引退してる、だけれども声は残ってる。日本の先生みたく45中で「へっ!」って声が出なくなると違って、一発二発じゃなくて何曲も歌えるわけですよ。そんな感じでね、とてもすごい感じだったんですよ。もうちょっとステファノについては言うことがあるんだけど、結局散財しちゃう人なんですよね。こう楽しい方ですから、生まれつきの本当にナトゥーラ、みんなデーボでナトゥーラって言ってたな。自然体の男だから、金稼いでもほやーって飲んだり使っちゃう。で最後はお金があんまりなくなって、あの 2人目の奥さんとアフリカに移住して、アフリカに住んだ。アフリカなら物価安いから、それでアフリカで強盗に遭うかなんかで刺されちゃうんですね。なんか犬を守ろうとしたかなんかで、そのナイフ持ってる男と喧嘩しちゃって刺されちゃったっていうふうに読んだ気もしたけど、それでイタリアに運ばれたけど、何ヶ月かして亡くなっちゃった。かわいそうな亡くなり方だなと思って、でも自由に生きて自由に死んじゃったらそれでいいのかなと思うけど、うん、オペラはいまいち、いまいちと言われるんだけど、初期の聞いてください、やっぱりすごくいいんですよ。
特にフランスものとかですね、素晴らしい。それからシカゴでのコンサートとか全部残っている、全部ったってレコードで残って、なかなかそれが YouTube で出てこないんですけどマリア・カラスとのコンサートとかそういうのがねあるんですよ、レコードで。私持ってますから非常にフランス語の発音も良くてピアニッシモがうまい。あのまま綺麗にレジェールのものをアルフレード・クラウス見たく歌ってれば60、65、70まで持ったかもしれない、いくら酒飲んでてもねところがアイーダとかわーって歌っちゃって、声をパーって使っちゃってガラガラになっちゃったっていう、一回ガラガラになっちゃうとなかなか、戻んないんですよね。練習をちゃんとやる指揮者と一緒に歌っちゃうと、それがまあカレーラスもそうなんだけど、そういうね、アイーダ、アイーダは重いと言われてるけど、実はアイーダはドラマティックじゃないんですよ。あの若いね、16歳かなんかの設定で、まあそのことについては役作りとあの選曲のミスっていうことで、コンサートで 2,3 曲難しいとか自分に合わないの歌ったっていうのはいいんだけど、オペラ全部だとね、オーケストラがついてきますし、1回2時間半とか3時間ですよね。まあその中で歌うところを寄せ集めたら40分45分ですけど、やっぱ重い十字架を自分に課してしまうわけで、その公演が終わるまでは逃げられない。つまり不調が不調を呼んで喉まで傷になっちゃう。ディステファノはもうちょっとそういう意味での知恵を持っていれば、このはやめとこうかなっていうふうにねなっていれば、甘い声がいつまでも続いていたのにと、とても残念ですよ。ピヤーって出たわけですからね。ディステファノについてはもう一つすごい事実があるんですが、ここで喋っちゃうといけないから、このテノールスカラ座で聞いたテノール などの印象かなんかっていうことでやりましょうかね。私はスカラでディステファノは聞いてないわけなんですけど、いろんな人の証言を集めて、なるほどなるほどっていうことがありますので、そういうことをお話しできればと思います。今回は2回にわたってジュゼッペ・ディステーファノですね、ステファーノじゃなくてディステーファノのことについてお話ししました。日本でのステーファノの、レコードには彼の写真がほとんど載ってないんですよ写真載せてあげればこれは載ってる、小さいのがね、とてもいいあの歌ですよね、とてもいい歌を選ぶ。バラとあなた、ローゼトゥ、こんな他の人歌わないもんね、センチメンタルな夜、こんなの歌わないもんね、悲しみの、あ、これいいね、ロンディネアルニード、これとてもいい歌ですね、そんなようなことなんですなんかディステファノのはこれですね、彼の写真が、あ、ナポレターナだからかな、そうで見る、これはあ、ベローナで、あ、ベローナの野外劇場を8月に見たときに買ってますね、86年。ラートっていうのは第1のなんていうんですか、場面っていうか第1面っていうことですね、ラート1、ラート2ってなって、そんなことです。面白いディステーファノの話です。本当にうまかって綺麗な声だったのに、パリアッチとかアイーダ一生懸命ラダメスを歌ってしまって声を潰してしまった形になるんですよね、僕はね、ティト・スキーパも声は潰れてると思います。だけどスキーパは叫ばなかったので、あのままの声で非常にうまく歌ってた。で彼もそうすればよかった。もう一度声がうーってなったら42、3でなっちゃったわけですから、そういう路線で歌って出ればよかったのに、もう一回やっぱりカバレリア・ルスティカーナとか歌っちゃうから、どんどん声がうわーってなっちゃうと思いましたね。僕からアドバイス受けることなんかないだろうけどもし、ということがあるなら選曲間違いをしなければもっと綺麗な、ということは我々はアルフェル・クラウスが言ったように、ラボチェ・デーヴェ・リポザーレ、声は休ませなければならないよっていう、自分に合わない曲はやらないっていう、トスカはね、やってみて、あ、これは合わないなとクラウスは思ったわけですからね。
その知恵というか思考、あるいは誰かが囁いてあげていれば、みんなステファノは横っ開けの声、横っ開きの声、アペルトだから声潰しちゃうんだ。そうじゃないの。アペルトの人だって、例えばフリッツ・ヴェンダリッシュ、アペルトですよ。高音で曲げてないですよ。まあ39で亡くなってしまいましたけどね、ドイツの、歌手ですけど、アペルトだけど綺麗に歌うことはできる。アペルトだから潰れたんじゃない。合わない曲を体調不調の時にいっぱいやってしまったから声が潰れちゃったのかわいそうですね。潰れた後もティートスキーパーのように軽いものを歌っていれば、そんな苦にならなかったんだけど、昔のようなことをやろうとしちゃって残念ですね。最後のアフリカでの亡くなり方も非常に残念だった。でも甘い時の歌、いいとこいっぱいありますので、ぜひね、20代30代初めのアイーダやなんかで声が発れない前のを聞いていただければ、ディステファノのいいところ、他の人はちょっと持っててなかった柔らかさという面においては、もうベニャミンの G よかもディステファノの方が優れていたかもしれないという感じがありますのでね、ぜひお聞きください。レコードになっちゃって日本に来たようなものは結構晩年、晩年っていうか、もう彼は40歳で晩年になっちゃうわけなんですけど、残念なものなんですけど、いいところは必ず残っております。 YouTube 今ね、買わなくてもただで聴けるので、ぜひお聴きください。ディステファノでした。もう会ったことあるしな、奥さんにも会っちゃったから、なかなかいろいろもっと話したいこともあるんですけど、この辺でやめます。